別にもうまくなんてやろうと思ってない。そもそもこうして今俺が暮らしてる自体がおとぎ話みたいで笑えてくるんだ。ある人は覚醒剤で警察に連行されて、ある人は猥褻行為を雑誌に暴かれた。どちらかって言うと俺はそっち側の人種。泣いても笑っても一度きりのライフ。札束を積んでも引き返すことはできない。悔やんでも悔やんでも悔やみきれないことがあっても、それはそれで戻しようもないこと。誰かが落とし穴を楽しそうに掘ってる。俺もまた負けじとスコップを片手に握りしめ、さあ間抜けなやつはどっかにいないかな。意味もなく誰かを傷つけた日もある。まとってのがなんだかわからないし、清らかでいようなんて今さら思ってない。だけどそうあれだなってどこかで願ってる。おとぎ話に出てくるような間抜け